2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち麦わらの一味、魚人島を経由しついに新世界の海へと漕ぎ出す。航海中、緊急信号を受信した一味は発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは金右衛門と名乗る和の国の侍だった。拙者、この島に息子を助けに来た桃之助という子を知らぬか。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち、その途中桜花七部会となっていたトラファルガー・ローと再会する。麦わら屋、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカー、タシギとの共闘を経てこれに成功する。金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行はローの提案により次の目的地ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すためスマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに桜花七部会からの脱退を要求するロー。翌朝、ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ本人から連絡が入る。俺だ、七部会をやめたぞ。今から8時間後、北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出せ。勝手に拾え。一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。その島から早く逃げろ。急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら黒。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わら屋と俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。これを聞いたフジトラはローの七部会の称号剥奪を宣言し攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。おい、ルフィ。あ、なんだ。レベッカ、冷静になれ。やだよ、私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。何よ、親でもないくせに。あなたは片足のおもちゃじゃない。待て、やけになるな。すげー、おもちゃが喋った。うん、やや、これはご客人。お荷物でもお持ちしましょう。面白い。やや、面白いですかな。
いかがかな？いかがかな？おい、おっさん、そんなことより こうしよう。いえ、そうか。なかなか聞き出せねえな。こっちから早いとこ。ちょっと待て。ここでそんな過激発言はタブーだ。おい、お前ら、今なんと言った？ああ、それ見たことくそ。怪しい奴らめ、引っ捕らえる。不快なことになった。工場の話は後だ。今は目の前の敵を倒そう。いつの間にか周囲を包囲されておる。全員倒さねば先へ進めんだろうな。ヘザイ、さっき話してたやつ、知り合いか？娘のようなものだ。親のいない彼女の面倒を私が見ている。おもちゃが人間の世話を。やっぱここ変な国だな。これで情報を集まったな。諸君、コロシアムの地下へと向かうぞ。なんだこんなもんかよ。ドン・キホーテファミリーも大したことねえな。情報を嗅ぎ回る不定のやからめ。ドフィーにあだなす者は何人たりとも許さねえ。工場に向かえるな。かな。あ、でもその前に、俺欲しい。メラメラの実、エースの能力を。おめえにとっては片身。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。うん、
コリーダコロシアム、一般からの出場受付打ち切りますよ。おお、出る出る、俺が出るぞ。待て待て、その格好で行くつもりか。今朝新聞に書く。そっか、わかった。出場登録ですね。お名前。俺はウーシーだ。